タワー予定やったんですけど、うん、なくなって、あれ、うわ、やっぱゲストにこの襟をつけてくるともうその感性はもうたわなくなるよ。それサプライズあるかもしれんやろ。ないわそんなん。帰れ、はい、お疲れ、出ていけ。幹部としてはもう一番重要な存在かなとは思ってますね。なんや言うて行かれてる狂ってるわ。持ってないものが働いてるわけ。いやーまあちょっと結構いろいろあったんですけど、こうイベント厳しいな、なんか昇格されたな。何厳しい？いやなんかまあタワー予定やったんですけど、うん、まあ結構自分のせいもあってなんかそれがまあなくなって、あの、うわ、懸念してた通りになってるやん。そう、ほんまに言われた。だって通り、あの子きっかけで俺初めてさ、はい、プレイヤーとしてダメ出してやん。はい、無理やったか。いやまあほんまに情けないですね。ちょっとほんませっかくヘルプもついていただいたし、うん、結構ほんまにいろいろ教えてもらった本人っていうのが、まあ、落ち込んでる暇もないんですけど、ちょっと今正直結構。なるほどね。結構じゃあタワなしか。はい、まあ、めっちゃさ、なんかなんていうの、目先のことやからさ、はい、めっちゃこうなってるタイミングではあるとは思うんやけどさ、はい、まだ副主任やん。はい、主任支配人になるんやろ。はい、めっちゃ教訓にしていこう。そう、絶対にそんなんもう全部さ、はい、プラスになることやしさ。はい、うん、いやもう、まあ、前向くしかないっていうのは分かってるんですけど、まあちょっと、まあ、ちょっとやったろうと思って、なんか頑張る。結構ナンバーワンも、うん、狙ってはいるの？もちろん狙ってます。ってかまあ狙ってたし、うん、過去気になってるやん。いや、ほんまやちょっと良くないっすね。目指す だいぶ弱ってるし。え、でもあの時さ、はい、そのなんかそのタワーする予定の子のさ内容聞いたからこそさ、はい、なんかプレイヤーとしてはさ絶対にプラスになってやん、はい、でもうなんかそこからなんか今回はタワーなくなってもんだけど、はい、ヒデのプレイヤーとしてはさめっちゃなんかいい教訓にもなったしさ、はい、なんか経験値になったと思うよ。それだからなんかもう開き直っていこう。そうって言っても俺もタワーない。マジっすか、うん、まあ、初めから予定もなかったけど、はい、なんかえでも来年多分最後やと思う、ね、バースデーやるとしたらプレイヤーとして、うん、はい、その時はタワーやりたいなと思ってるから、はい、来年一緒にやろう。マジっすか、一緒にやろう。めちゃくちゃ嬉しいっす。まあほんまに三河さんのことまあ普段あんな感じっすけど、まあ、めっちゃ尊敬してるしめっちゃ大好きなんで、まさかそんな言ってもらえると思ってなかったんで、まあちょっと今絶対に。だってよくよく考えたらさ、はい、1年ずつさ、はい、ゆっくり昇格していくぐらいのさ、はい、もうウサギとカメやったらカメの成長スピードやん、はい、でもカメって確実にゴールは行くからね。そうっすかね、はい、なんか今じゃないような気がするわ。今が全てのような感覚に陥ると思うけど、俺だって今年のバスが全てじゃないもん、はい、やっぱりプレイヤー復帰していろいろ経験した上でさ、はい、生まれといかん上での全てが俺経験になると思ってるから、はい、正直に何にも思わない。あもう結構うまいこと言ってないもん。はい、まあそうっすね。あ、じゃあもう全然いいよいいよ、はい、来年笑っとけ、笑えるようになるためにやるのが普通、はい、なんか俺なんかプレイヤーとしての心やと思う、はい、で元気出していこう。いや、まあ、まさかそんな言ってもらえると思ってなかったんで、ちょっとほんまに俺も正直言うつもりなかったもん。正直ちょっと今うるっときてるっす。いや、はい、ちょっと気持ち悪いです。え、気象ちょっともう戻そう。マジで気持ち悪いちょっと、はい、俺この上司とキャストの関係値俺君とはやりたくないから。
やめよう、もう。まあそうですね、はい、やっぱキューピー山林としてやっぱやってほしいところがあるから、はい、そうですね、はい、いやマジでありがとうございました。タメ口でいいですか。タメ口でいこう。いや、だって正直亀みたいな店やん、はい、まあでもそれはそうやな。一緒にゆっくりこう、うん、なんか確実にゴールを目指せるような感じなんちゃうかな、うん、全員が、うん、店自体も、うん、ヒデ自体も俺自体も、うん、それでええやん。まあ着実に前進む、うん、前には絶対進んでるから、うん、それでやっていこうよ。やっぱベストにこの襟をつけてくるとこもうその感性はもうたわなくなるよ。そらあれもやっと元気出たな。いやもうだいぶちょっとなんか俺そうやね、まあ結構珍しいよね。でも珍しい、いやあんまね、もう俺も楽観的なとこ楽観的ない、うん、もう絶対経験値ない、うん、もうそれのみやわ。あともう話すことないもん。話しかけんであるやろ、まだまだ話すこと。もうない。急にそれ何や、突き放してなんかもう飽きたわ。アメとムチがそれ下手やわ。そういうとこちゃう自分も。顔めっちゃうっとうしよ。お疲れっす。お疲れーっす。お疲れ。明日イベントっす。ちょっと頑張るっす。でもたまなくなったし、あさっての指さすなよ。急に来てない。なんあ、タワーなくなったんですよ。おなんで、おなんでとか、お前にいちいち。だって3連休頭でここ3人イベントするで、頭が頑張るのに3連休ケツがなくなるって関係ないわ。サプライズあるかもしれんやろ。ないわそんな。お前に分からへんわ。何をしてんねん。ないよお前急に来や。ヒデさんもタワーなくなったのもそうですけど、ミカドさんももうリベンジのリベンジじゃないっすから。お前ミカドさんに急に来や。俺今月あげるっすよ、バースデーやから。だからないやマジで負けられない。見えてへんねんお前、煽られてる。もうめっちゃ煽ってるっす。マジか、お前には絶対に負けへん。お前には絶対に見えてへんのじゃん。お前頑張ってください。リベンジもタワーももうない。もう帰れ。はい、お疲れ。出ていけ。あいつ調子立ってんじゃん。調子乗りすぎやろあれ。どういうことやねん。とりあえずヒカルには負けないでいこう。まあ賞味全然ステージちゃうけど、まあやったるわ。それで負けたらマジで YouTube 損すか。うん、頼むて。さらされたくはないからな。俺も血迷ってしまった。あれ、いいね。おめでとうございます。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。クラブアナーキーにとってヒデさんってどういう。ヒデは本当に器用な男の子で、なんか喋っても面白いし、初回も送りめっちゃ飛ぶし、かっこいいし、変なギャグ振っても全部面白く返してくれるし、できないことないんじゃないかなみたいなのは感じますね。昇格隊開くと思うんですけど、はい、なんかそれに向けて出る先とかありますか。いやまあでもうまくいかないわけがないですね、あの男の子は。でも本当にできるって信じてるんで問題ないと思いますよ。クラブアナーキーにとってとか、はい、カオルさんにとって、はい、ヒデさんっていうのはどういう人ですか。はい、なんか僕結構一応ゆるい幹部でやってるんですけど、ヒデってそういうとこもすごい正してくれるんですよ。だから僕もヒデの言うことはすごい聞きたいし、なんかヒデの言うこともみんなすごい聞いてほしいなって思うところもあるから、幹部としてはもう一番重要な存在かなとは思ってますね。昇格されてるにあたって、はい、ヒデさんにはどういう幹部になってほしいとかありますか。ヒデになってほしい幹部像って意外ともう割と完成してて、あとはヒデの、原動力を立てるために売り上げだけどんどん上げていけばもう全然今の状態でも問題ないかなとは思ってます。全然褒めてくれない。ありがとうございます。なんか管
したのにさ、昭和の演歌歌手ですかって言われて今、どうにかなりそうよ。頑張ります。自分がこう引っ張っていかなあかんなと、こう責任を持ってね、引っ張っていこうという気持ちが芽生えて、でもそうなった時にね、なんかこう一番こうはそばで励ましてくれてね、こうやって頼むでって背中を押してくれたのが姫で、本当にいつもありがとうございます。今日の昇格祭、本当にまあ、いいきっかけに、アナーキーとしてもね、こうまた上に行くいいきっかけになればいいなと、はい、思って挑んだんですけど、本当にいろいろ本当ありがとうございます。もう本当感謝の言葉しかね出なくてね、本当にまあ感謝の言葉ずっと言ってたらね、多分1時間ぐらい喋っちゃうんで、はい、この辺にねしてね、後でちょっと直接姫にはね感謝伝えようかなと思います。本当に今日はありがとうございます。よいしょ、いいですよ。ありがとう。よっしゃー、チックイイザイザイザイセカタザイザイカワイイイザイザイザイセセラはいセチュア。はい、ヒルさん、ありがとうございます。はい、キュースちゃんはヒルやおいヒル副主任昇格おめでとうございます。
は好きやし、あの今日のあのシャンパン1本目やけど、あのシャンパン温泉行くのは声出して盛り上げてあげるやん。でシャンパン温泉行くのはちゃんとシャンパンをして、ちゃんとイベント全員で成立させる。わかる？はい、絶対せなあかんで。わかった？はい、はい、次のシャンパン、ありがとうございました。いいっすね。行かれてる。狂ってるわ。狂ってるか。バケモン。バケモン。うん。相手をイラつかせる。バケモンです。バケモンです。ムカつく。ムカつく。踊り味方はバケモンです。まあでもムカつくけど、まあまあまあ。間違った。超えればいいだけやから。別に。いやもうシンプル。むしろやる気になるような言葉や。あれやな。こう言いたいもん。何を？超えてって。言えばいい。だからもうある種超えてるけどね。だってもう持ってるよりある種の俺の中では持ってないから上やから。なんで？だってもうどうやって持てへんようにすごいなみたいな。だからある種もうほんまこうやって見てるよと。いやだからありがたいね。ありがとうな、いつも。いやほんまやで。ちゃいちゃい、そうやってちゃイラつくこと言ってくれてありがとう。そう、なんていうの、持ってないもの。ありがとう。持ってないものに喋れる。慈悲やね、慈悲。ありがとうございます。ボランティア精神っていうか、俺らみたいなのがあなたみたいなのにこうやってフランクに接してもらって、ね、じゃあこれ時間使ってもらっておしゃべりしてもらいます。めちゃくちゃありがたいことだと思ってない。正直ほんまそうなの、ね、マジでそうなの、ね、そうなの、ね、欲しいねんけどほんまにそうなの、ね、やっぱ去年と今年俺だいぶ学習機能がもうついてるんだ。自分で自分のハードルを落として、うん、落として、うん、落としきってその目線で寄り添えるようになったから、うん、だからもうなんていうかな、接しやすいやん。はい、あ、接しやすい、うん、それはもうこういうことです、うん、ハードルを下げて、そうなの、下げて、下げてパンク仕掛けてるからね。最近なお店なんかすごいあったかい空気流れてるやん、うん、そうバチバチ少なすぎるけど、うん、でもその空気流れてるのが引き継いでるわと思う。俺代表のマインドみたいな、うん、楽しく顧客満足度を高めようみたいな、うんうん、顧客満足度もだってね三輪さんがこの前全体ミーティング言ったのめっちゃ覚えてるわ。多分エルコレでもほんまに3本の指入るかもしれない。いや入るよ、言ってたやんか。俺は結構盛りなしで思ってる。持ってないものが働いてるわけや。そんなもう口悪いから繋がってるやん。ほんまに口悪いけど。意外と疲れましたね。はい。いやほんまにその通りで。ちょっとまあ俺自身は不甲斐なくて。はい、ただ周りのみんなに、その周りのキャスト、そしてお客様に助けられたイベントやったなって。ほんまにそれだけっすね。ほんまに感謝してます。まあこんなにもやっぱりあの俺のイベントで来てくれるんやなっていうのですごいありがたかったっすね。こうもう感謝しかないっす。もうすごい感謝は別におごることもなく、いやありがとうございますって。お前も頭が上がらへん感じです。ミカドさんも背中見してくれてますし、うん、それ見してもらってね、俺らキャストがその気持ちに応えられへんってなんやねんと思うんで、あとはもう僕らも突っ走ろうかなと。はい、ああいう素晴らしい、ね、上司というかみんながいるんで頑張ります。ホッソ歴はまあざっくり7年とちょっとかなっていう。あ、副主任、はい、ずっと看護補佐で泊まってて、はい、ほんで穴開きに、まあ、約2年前に入ってやっと副主任もう最高役職ですよね。だから僕からしたら、はい、鳴らしていただいたという感じです。
ですけどね、本当に、うん、もうちょい行く予定やったんですけど、ちょっといろいろありまして、不甲斐ない結果には、僕自身は、ただ、いろんな人に助けてもらったなっていうところで、まあ、それにつきます。はい、なんかでもいかんせん飲みすぎて10時半ぐらいからもう記憶があんまなくて、はい、ただまあそうなるってことは盛り上がってたんかなっていう、シャンパンもたくさんいただきましたし、はい、もうあんま感謝しかないですね。はい、俺は何もできなかったんで、今の感じで停滞するんであれば、まあ、年内にはいけるかな、やってやろうかなって思ってます。まあ本人には言わないでくださいね。はい、結構強気ですね。最初から白旗振ってたらダメなんで、はい、あの多分本人もね、思わないなって思うと思いますし、はい、やったろうかなっていう感じ。余裕ですわ。余裕ですか。余裕です。はい、こう動きたいっていうその言葉につきます。それでは昇格さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。普通にナチュラルに喋ってたし、はい、どれか充電がないでしょうか。うわはい、選んで、これもし充電がない場合は、もうあなたの人生、もうある種、もう充電ありません、積んでます、ゼロパーそれぐらいの感じで選んでほしい。いや、ていうか、ええけど、当てた場合、なんかないの。また可能性あるって思ってほしい。いやいやいや、もうほんまにこれ、持ってる人は絶対充電あるやつを引くんだ。なんでそんな気悪なるさ、可能性のあるゲームやるんですか。怖いな。まあ俺直感でいく。オッケー。え、これでね、出て試したい。あ、でもボタン長押し押すだけやから。え、ちょっと待って、これほんまに何なの。ほんまになくなる可能性あるから。ちょそのほんまにボタンで運命決まる。誰ほんに。ボタンもうこれで決まるから。ほんまに。いい。何が決まる。ほんまに決まるかなっていう。持ってるものと持ってないもん。もう誰って。で、なんかさ、なんでさ俺こんないちいちチャレンジしてなかった。いや、でも本当ここが光ればいい。これで光ればいい。あの黄色く光った場合は黄色信号です。本当に黄色じゃなかったらいい。そう、黄色じゃなかったらあんま詳しくないから、なんかこうやって押すとこうやって光る。そう、光る。これまだ押したらあかんね。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 これもうそれをグッて押したらめっちゃ怖い。もう判決が下るから。てか普通にさ、これ黄色になった場合めっちゃ嫌や。うん、めっちゃ嫌よ。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 いくで。え、3分1。え、わいわいわい。3 2でいくで。いくで。3 2。押し1。ハハ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 ハ営業指導していかなあかんなみたいな話とかさ、プレイヤーとしてな、なんかそれなくなったわ。いいか。じゃあ目的ない。何色やったっけ。黄色。あ、黄色の人俺やってないんですよ。ごめんなさい。お取り扱いない。え、ほんまに八百長なしか確認させて。黄色。いや、3分の2やん、黄色。やっぱり、持ってる人って70% 近くあるけど、持ってる人って3割低いやん。低いやん、絶対。いや、もう絶対低いやん。え、じゃあ俺、ちょっと決まらねえから。俺、試して。ええ、まあ、これでもさ、覚えてへん。覚えてない、覚えてない。そんな記憶力ないからもう。そんだけ色がね、似てたら。はい、じゃあ、いいよ。オッケー、いくで。はいよ。え、カウントして、カウントして。はい、3、2、1。記録いおい。おい。だるー。マジでめっちゃだるいやん。マジでだるいやばこれやばい、これやばいわ。楽しいな。持ってないわ。え、持ってない人の気持ちってどんな気持ちなん。ちょっとそれ教えてもらおう。店員の気持ち。うん、明日からもまた頑張ろうだけやな。てか、だってそんなんすよ。いや、ほんまに持ってないで急につけられる。報酬するわ。
何を3秒で終わるわ。モテない人に対しての講習やってって言って、いや講習やってやる。オッケーやるわ、うん、頑張れ終わり、シンプルすぎる。講習を終わりますっていう形よ。正味こう引いてしまった自分も嫌やし、でもこれだけでは決まらへんやんって思ってる。いやなんか、まあ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 、まあ、こっからギリギリでちょっとまくってほしいわ。当たり前や、うん、逆にいいきっかけもらったみたいなことにしたらいいけど。だってさ、よくよく考えてよ、俺な、バス流れて、うん、持ってなさすぎやん、ある種、まあ、でもある種持ってるやん、まあ、でもその後、今月のバースデーで持ってるか持ってないかがもう明確化されますよ。お疲れっす。お疲れっす。お疲れっす。ちょっといいですか、一言。持ってましたつまみ出せつまみ出したい。誰かつまみ出したいよ。イライラしかいやーなんか今のゲームでもなんかさ、はい、まあ俺らってっ勝負事の世界ってさ、負けず嫌いやんか、ね、なんかちょっと鬱陶しいよね。これは絶対引かなあかんのよ。まあそうね。おうちょっと待って、じゃあこれはちょっと無駄に説得力あるよ。今のゲストのてかほんまなんか自力で頑張ってほしい。こう頑張るよ、自力で。自力で、ある意味自力で頑張る。まあでもあなたもね、まあそうは言うてるけどさ、うん、まあピッツー。ああまあそうとしてる。ああなかなかよくやってる。それいらんねん。ちょっと完全にちゃうねん、ちゃうねん。またいいこと言おうとしてるやん。いいこと言おうとしてる。赤赤赤もう意外求めてないんよ。だって持ってない人のいいこと言うって一番重要なんやん。いつまでも言われる。なんかじゃあ引き出してくれみたいなのあったから、それを今いやもういい、そんな持ってない人に引き出されるものはないよ。持ってへん人って言うのやめてくれ。だって持ってる人を、持ってるものを出せばいい。持ってるもんしか出せへんよ。持ってるもんしか出せへん。持ってるもんしか出せへん。なんか引っ張ってくれやじゃん。いやほんま全勝する。全勝する。そうそう、全勝っていう。全勝めっちゃ落とし、落としたはぐらかした。もう一回リベンジしよう。何を、あのもう持ち直すリベンジ、持ち直しちゃう。セカンドチャンス、セカンドチャンス。いいっすね。じゃあもう2分1成功するまでやるよ。2分1、2分1。あべ待て、多分、いや、あごめん、危ない危ない。これさ、えこれでも多分これ成功やろ、この色。これこちらに V1 して、え、これアウトやね。アウトや、アウトや。あ、これはもうこれ 2V1。 あ、じゃあそれ 2V1 やる。ほんまに 2V1。 あ、それ2V1 か、左か。ねえよか。え、もう、ワイルドハンさん、もう言っていい。え、これでもし無理やったらもうホットして売れんよ。はっきり言うけど重たっもうなんか夢、なんか夢見る。なんでさ、それせなあかんの。いやもうやるメリットがない。いやじゃあ今現状どうなってるか教えようか。今もう真っ暗なんよ、お酒が。なんでかって言ったら持ってないから。でそれをもう一回持ち直すチャンス。これで無理やったらもうさ、だからさ、もう無理や。それせなあかんねん今。いやリベンジしてほしい、そういう気持ち。まだまだ、やっぱ売れてほしいよ、これで。俺引いてない人俺見たことないし。ふざけんなってマジで。なんでじゃあ、これプレッシャーでかいっすわ。いや悪い悪い、ほんまになんか、なんていうか、その夢見る商売やし、夢見せる商売やし。だけどこれでもし持ってないを選んだら夢見んとってほしい。それだけはさっき言うとこ。あ、オッケー。それだけさっき言うね。どっちにかける、どっちにかける。何が右か左か。あ、右、もう右って決めて。右行くで。何を行くで。いや、分からへん分からへん。俺もしゃくる。行くで、押すで。カウントして右って決めて。3、2、1。回転書類出そう。もう無理やわこれ。ありがとうございます。本当ありがとうね。いやもう本当それか。いややばいやばい。うちの大国もうどうしようもないわ。どうしようもない。いやちょっと待って。これもう終了ですわ。マジでもう一回やらせてほしい理由があって。はい。ダサいのしょ、承知で。いやでもほんま諦めないことない。俺から見て右やったなって思いながら。なるほど。ほんまにイカドさんの道だって言ってた。これガチで、ほんまや。でも、もう、あ、そっち行くんや。あ、まあまあ、でもええか。あ、じゃあもうほんと、それも込みなんやけどな。
応ラストラストラストチャンス。もうじゃあもうどっちの腕か肩叩いてあげる。俺が叩くわ。じゃあ。違う。やばって。ファイナルジャッジ。ファイナルジャッジやる。ヒデさん頑張れ。こっちこっちこっち。行くで。カウントして。タイム3、2、1。おーい。さあこれ。ほら見ろ。だからだからなんか俺がその伝えたかったことは教えたかったことは諦めなかったら。望みはあるってことや。違う、なんかまた趣旨変わってない。じゃあなんかそのさ、ちょっと待って。